まだ死んじゃう。まだ薬あります？あ、はい、あります。あー、しんど。大丈夫ですか？あー、全然大丈夫じゃないですわ、マジで。しんど。大丈夫そうに見えました、逆に。いや、長いですね、ずっと咳が、辛そうです。ちょっと俺もういろいろ考えてんけど、はい、俺一人こんなに頑張ってんの、俺一人だけやっぱ風邪聞いてるってもおかしいから、はい、ちょっと俺考えあるから、いろいろと、はい、うん、あの、うん、あいつらも揃った？はい、うん、今はそんな。オッケー、じゃあちょっと行こうか。大丈夫で、咳してるだけ。熱全然ない。全然咳は、咳だけやな。夜どうしますかね。体調悪いからですけど。いや、だからさっき見たけど、咳してるだけやから。咳してる…いや、大丈夫ですか、まずか。体調全然いいよ。全然いい。いや、今日俺ちょっとあの、夕方ぐらいから、あのジャングルラウンジさん行くって、プライベートで。はい。入ってますけど。来てくれって言われてるから、はい、女の子に。大丈夫ですか？いや、全然、咳してるだけは全然大丈夫。熱ないぞ。いや、別に測ってない。え、で、え、逆に熱、え、逆に熱測って、はい、逆にやで、はい、40度やったとするやん。40度って知るやん。まあまあ、40度、はい。え、で？え、でって言う。え、マジ、マジで、マジで、で？いや、今、色々流行ってるじゃないですか。あ、それ、それも含めて、で？いや、ランさんが打ってもその、まあ、映る可能性があるんじゃないですか。ああ、そういうのはない。映るとか映れへんとかはない。あ、ないですか、それ。この仕事うまくいかなかったらどうするんですかって会話と同じぐらいネガティブ。うまくいかないかもしれないですから、やめときましょうって言ってると一緒。ああ、そうですね。うん、経験上、もう百発百中映ってるんですもんね。こんな感じですよ。ちょっと夕方から、あれやな。ちょっと予定通り、それ行くわ。リスケできますけど、できるんじゃないですか。うん、あの女の子のあの行くって約束してるし。ああ、マスク取れよお前ら。そんなにもうマスクなんかしちゃったら笑われるぞ。今日本人だけやで。メディア信じてるも日本人だけやで。8割ぐらい。海外はもう4割ってニュース信じる。別にそもそも顔出してるしなって。ああ、それはモザイクかかってるやん。ああ、それはモザイク、今モザイクかかってるよ多分。あ、かかってる状態か。薄いやつ。じゃあいいじゃん。うん、今の時間少女ほどかやろ。東京で。東京でまあ多いじゃん。うん。東京で行こうか。ちょっとなるべく人多いとこ行ってパワーもらわなあかんから。うん。ちょっとこう風邪ひいた時は。朝にもかかわらずね、やっぱドンキさんすごい人気。どんまり。はい。あの。席がすごいから、はい、もう熱もすごいから、はい、あれやけど、その、この鼻通りとかよく来たから、そのニベアのリップクリーム、はい、まずは買いたいから、はい、7階から。いや、だから1階っす。あ、いやいや、それはお前はそういうつもりかもしれないけど、はい、俺はもう上の7階のブランドショップのところから全部見ていくから。多分7階までないと。いや、なるべく多くの人と会いたいから。あ、そういうこと。あの、40度超えのね、はい、風の時のルーティーンということで、まず朝一発目ドキモテ、はい、ここで結構なニュースありますよ。さあ、ごめん、またな。買いました。いや、やっぱやめた。え、やっぱやめた。なるべく普段やったら愛想悪く声かけられて無視するけど、はい、もう今日は握手までしてきて、ハグまでしてきたから、結構いろんなやつに。やっぱりドンキすげえ、俺やっぱ視聴率がドンキの。ドンキに来てる人たち、やっぱり。ということでね、うちに。いやいやいや、そんなん違う。あ、違います。とりあえずあの今日はこの撮影も一日パンパンやから。リスケした方がいい。いやいやいや、それでけへんって。まあその多くの人、なるべくあの価値のある人間に、はい、とね、あの会っていってね、はい、うん、どうなのかっていうところをちょっとやっていきたいですから、はい、まあ、ちょっと次もう予定バンバン忙しい、言うてられへんぞ、そんな、はい、うん、え、あれでマジで
女の人とかのコラボ多いイメージなんですよ。いや、そんな知ってるっすか、俺。イメージね。はい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 。それで、その中で、はい、パン。いや、おもろいわ、ほんまに。はい。月収。はい。月収ね。オッケー。やばいっすね。それもやっぱりだからあの自分でやっぱ決めてだからこう人に絶対できないとかやっぱ笑われたりすると、はいはい、多分やってやろうって思えるなんか。じゃあそのお客様のコンサルティングを行うっていうような。すごいっすね。それで言うと。なんで。なるほど。よろしくお願いします。いちかさん、いちかさんも何年ぐらいなんですか？5年目です。ごめんなさい。5年目なんですか？はい。自己紹介お願いします。あ、天海莉子です。お願いします。お願いします。すごいですよね。これどうなってるんですか？ファンタスティック F です。はい。じゃあ自己紹介だけいこうかな。お願いします。あ、真央です。よろしくお願いします。私今年30なんで。エロ。普通にタイプやねんけど。そうですね。30って聞いたら好きになるわ。なんか二十歳ぐらいの人と遊んでるのってちょっと微妙だったりしません？あ、ちょっとパパ活とか。なんかそういう感じ。パパ活みたいだよな。はい。親父超えてたら別にいいんですか？あ、そうですかね。話が合うか合わないかとか。ああ、絶対合わないです僕と。合わない感じしますもん。え、付き合ったことはあります？お客様と。あ、あるんですか？え、それなんで付き合ったんですか？どうなって付き合ったんですか？でもやっぱりめっちゃ来てくれるかめっちゃ使ってくれるかですね。そう、なんか応援してくれる人。そう、魅力ですもんね。そうですよね。え、1回でどのぐらい使ったら使いはったなってなるんですか？まあその、じゃ週に何回？毎日行ったらキモいでしょ？いや、キモくない。嬉しいです。ほんまですか？アホやと思ってます裏で。あいつ今日も来たねって言うでしょ裏で。言われる。え？毎日行ったらキモいでしょ。はい、ということでね、V2 東京来ました。V2 さんが10周年の周年なんで、はい、イベントやってますから。ナオさん。はい。風邪に出ますよね。いや、だからそんな時でも YouTuber はちゃんと撮影頑張るよっていうのも言った。40度の風でも頑張るよっていう、そういう。やばいです。席がもうすごいから。はい、すごい出ちゃってるから。多分あのケイウさんも行ってないのよ。はい、その心は、はい、行くと完全に、はい、出ちゃうから検査結果が。はい、いつも俺が DJ とか練習させてもらってるから、はい、ちょっとお前にも見せるわ、そういうところ。ああ、ありがとうございます。さん今日一日バタバタでしたね。バタバタだ。これがまああの YouTuber っていうことで40度の熱が出てった時の、そんな時でもこのぐらいやルーティンっていう。はい。うん。いやでも体調悪い時はそんなに外出歩かない方がいいと思いますよ。うん。なんで？いや映ってしまうんで。うん。関係ないよ。体調悪い時こそ不幸をなるべく俺だけにとどまらんように。するんだ、やっぱ YouTuber の。関係ないな。
明日も今日と同じで。5年目、めっちゃ長いですね。オープンからいます。若いですよね、どう見ても26です。若い、26 若いで、キャバクラだと26ってのはぶっちゃけどうなんですか、年齢的には。一般的に明らかに若いんですよ、26って。あー、普通、普通っていうか、中間ぐらいです。めっちゃ若い感じもしないし、うん、あ、そうなんですか。一番下って何歳いらっしゃるんですか。20歳とか。え、確かいません。え、20歳、19でしょ。ほんまに。いやいや、ジャングルちゃんとした店なんで。ちゃんとしてます。長きだって19度ベロベロの子いますよ、たまに。めっちゃ怖いっすもん、たまにやってて。嘘でしょと思って、久しぶりに長さん大好きな巨乳の女の子当てがうから、この子絶対タイプやからって言われて、あ、ほんまですかって言って、そのゴルフの人に。でもベロンベロンで、めっちゃテンション高いんですよ。めっちゃいいな、子の子と思ったら19やったんですよ。もう勘弁してやと思って。いやいや、だから自己紹介お願いします。花です。花さん、よろしくお願いします。あ、夜の歴は長いと。短いです。短い。半年で。喋り方セクシーです。雰囲気マジで。喋り方、喋り方35やね。喋り方35って。お仕事何を今までされてました？お仕事は普通に大学生で。あ、今も？はい、そうです。あ、それはありなんですか、学校に言うというか、はい、立場的に。はい、大丈夫です。え、ちょっとぶっちゃけ、こんな大学生おらんことない？いや、し、この感じで授業に行ってるんでしょ。え、どうなんの、周りの男子たちは。お盛んな男子たちは。あ、でも、なんか怖がられてます、なんか。あー、だからそっちではもう姉さんみたいになっちゃうんや。そう、なんか逆に話しかけにくい、はい、あー、そうかもしれんな。当時同じ年でさ、はい、こんな人だったらちょっと絡みにくいよな。わかります。怖い人ついてるイメージやもん、だから。本当ですか。うん、なんか多分ギラギラして見えちゃうんじゃないですか、大学で。そうだね。いやいや、今そんなメンバーでちょっと今日いろいろ質問していきたいんで、聞きたいことあるでしょ。普段絶対来ないですよね、キャバクラとか。僕、今日初めてですね。あ、初めて、キャバクラ初めて。初めてです。ぶっちゃけどうなん、俯瞰的にこう見て、皆さんも。めちゃめちゃ綺麗な人多いなってイメージですね。もうビビってる、ビビってるよな、ビビってるよな。もう全部ビビってるよな。お客さんとして、どうやったら付き合えるのかみたいな、ちょっと聞きたいんですよ。で、こっちはもうアホなんで、そんなことばっかり考えてるじゃないですか。どうやったらその可能性ってあるんですか、ご飯。え、ご飯は全然プライベートは行きません、普通に。え、プライベートっすよ。え、全然プライベートで、え、別になんか別にお金使わなくても使っても、はい、なんか気が合うなと思って、私全然休みの日とかでもご飯食べて。絶対嘘っすよね。本当です、本当です。マジっすか。めちゃめちゃ深い。ほんまに。私はない、うん、めちゃくちゃ臭いですね。あ、本当ですか、はい、でもちょっとキラキラ塗って、ちょっとやばいっすね。なんか最近さ、よくさ、インスタのような AI 美女みたいな感じやんな。なあ、すごいっすよね。めちゃめちゃ褒められて嬉しい。え、今おいくつな、年齢とか言ってるんですか。あ、一応言ってて、私あの20、今年で7です。見えないっすね。あ、本当ですか。めっちゃキャバクラしてくれてる。意外といい年、19じゃないんで大丈夫です。あ、そっか、よかったです、はい、なんかモデルさんがやってる。あ、小悪魔げはっていう雑誌のモデルと、はい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 、あと YouTube のチャンネルもやってて、はい、キャバ嬢さんたちが、モデルさんたちがこう出てるあれですよね、小悪魔げは。あ、そうなんですけど、今なんかキャバ嬢半分、インフルエンサー半分みたいな感じで、なんかごちゃごちゃしても普通のモデルの子もいるし。あ、そうなんですね、はい、どのぐらい使ったらお金持ちなんですか。言いにくいか、言いにくいですよ、姉さん。いくらぐらい使うのがぶっちゃけいいんですか。これほんまに正直僕ら全く分かんないんですよ。2、3日に1回。3日に、じゃあ1回にさ、週に2回2回だとして、まずそれ少ないですか、まあ、普通だって一緒に1回来られへんもんな、普通は。1回の会計がってことですか。はい、どのぐらい使ってたら皆様の、気に留めてもらえます。会計で3桁いったら太いなと思います。ねえ、勘弁しようよ、マジで。握るって。え、違う、難しくない質問、めっちゃ。そうか、そうか、そうか。難しいか。3桁。うん、シャンパンを飲んで、バンって、こう、短時間にバンっていくか、うん、長い時間いて、うん、待ってありますよね。短い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 。じゃあまあ1時間1時間。あ、1時間。1時間だったらポンって入れてほしい。はい、どっちにしろですよね。100万か。太いってなったでしょう。うん、太い。それ以外の魅力があれば、いけますよ。まあでもある程度はちょっと使っていただかないと、こちらも顔が。厳しいです。当たり強い。当たり強い。ごめんなさい、初対面。100万使ったら太客
ってことですよ。別に100万使わないといけないっていうわけではなくて、あ、そうか、最低なんか払ってない、3桁使ったら太客だなって思います。聡明レッド1本でそのぐらい全然超えます。小計で85万プラス40パーかかるんで、そうか、全然この会計は。じゃあ1時間でそれとりあえずレッド1本入れといたら100万いくかっていうことですね。全然いく、全然いく。キャバ嬢の人って金ないイケメンのバーテンダーと付き合いません？あ、なんかこれ当たってません？いや、多いんですよ、多いんですよ。その逆もしかりなんかもしれないですけど、はい、なんかその何バーにサパーっていうんですか、東京でいうとね、はい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 、まああいうところに行ってそのイケメンの店員さんにシャンパンを下ろしてて、うん、で付き合ってるっていうイメージずっと。へー、あー当たってるよ。いや、人にやるだろうね。人にやりますよね。よっぽどこれうまいんだろうな。はい、でしゃれが面白い人、面白い人が、面白い人がモテるんですか。私はそうです。面白いって どういうの、ノリのいい方でしょ。ああ、いやでも喋りがうまいって感じですね。喋りマジモテるんすか。そのオフでってことですもんね。そうですよね。どういうのが、でもそっちもレベル高いから、こっちもすごいのじゃないとダメでしょ、多分。褒めるのがうまいの。なんでかあれですか。一番喋れるの。違う、僕だってあれですもん、夜はもう全然喋れないですもん。僕ほんまに隅っこでずーっとボーッとしてますよ。なんで興味ないんですか。なんで。いや興味ないことないですけど、はい、なんか別に話しても。あ、仕事以外の時は意外と陰キャなんですか。めっちゃ陰キャもう呼ばれないと外出ないんです。え、でも私ギャップで、私なんかそういう人の方が好きかもしれない。なんか、え、わかる。なんか普段めっちゃ喋るけど、私の前ではなんか発想を出してくれてるのかなみたいな、結構好きなの。まあ普通の陰キャです、僕ら。わかる、陰キャです。普段から喋ってる人うるさくないですか。うるさいよ。ねねね、うるさいよね、落ち着けない。私たちも意外とオフの時は静かなんで。でも盛り上げた方がいいんですね、結果。結果はね、うん、盛り上げるのはやっぱそのお酒もよく飲んで盛り上げて、うんうん、どうした、急に喋らなくなったな。大丈夫か。35歳の感じ出していこう。35歳も言っていこう。可愛いからいい。可愛いですね。これは偏見ですよ。皆様にはそんなことないの答えでいいんですけど、偏見ですけど、アフターに行く云々か、僕はその先輩方にこう連れて行っていただいて、いろんな先輩方のその背中とお二人とのやりとり見ててね、どう見ても消えていく方面がおかしかったりする先輩が多いんですよ、夜の方と。あ、帰る時ですか。あ、はいはい、はい、一緒に帰られるんです。だからアフター行って、でそろそろあれやから出ようかっていうことで出られるんですけど、それってなんか多分そういう仲良くなってるわけじゃないですか、おそらく。ああいうのってぶっちゃけ人の話、人の話やけどでいいんですけど、どこまでしたらそういう関係に持てるんですか。人によるよな、あれ。でも僕はめっちゃ見るんですよ、正直。僕その一回もないんですよ、それが。僕一人もいないんですよ、世の方。だからそういう方向に持って行ってないんじゃない。だから多分カッコつけてません。あの多分下心とかを出してない気がする。あのなんかさ、もっと出してた方がいい。出してた方がいい。カッコつけてるとかやめてください。めっちゃダサい。だからなんか多分有名な人だから失態を犯さないように、多分ちょっとそういう意味のカッコつけるね。カッコつけてて、あれあんま興味ないのかなって思うから思われてて、もっと出てないだけじゃない。なるほど。分かんないけどね。なんかね、思うのが、うん、LINE 交換いいですかって僕が言ったり聞かれたりってなるじゃないですか、一応は初めての席で。じゃあアフター行ったりとか、まあ宅飲みとかめっちゃ多いんですよ、そのまま。アフターは僕の事務所ってめっちゃ多いんですよ。めっちゃいい感じなんですよ。あとで運転手に聞いたらめっちゃいい感じだったんですって。で、翌日、昨日ありがとうございましたってお礼の一応メールみたいにするじゃないですか。うん、そこまではいいじゃないですか。うん、あ、もしかしたらなんかあるかもってなるじゃないですか。うん、そっから絶対メール来ないんですよ。LINE がありがとうございました、どっちか早く起きた方が入れますよね、うんうん、でそれに対してどっちかが返事しますよね、うんうんうん、それで終わるんですよ、絶対に。え、なんか自分からアクションかけるのかないですか。でもなんかその脈がないんかなって思っちゃうんですよ。客側としては逆だと思いますよ。女の子側が連絡しても、はい、多分ないだろうな次はって思うからしない、うんうん、あ、そうだと来たら多分その子もなんかあるかもしれないけど、店に行けばいいんですよね、そこで。だからもう一回多分、あ、うん、いきなりご飯おかしいもんね、多分ね、うんうん、次プライベート、次いついつ行きますね、社長さん紹介しますねみたいなことですね。ああ、それめちゃめちゃいい、めちゃめちゃいい。連絡じゃ押した方がいいってことか。そう、うんうん、え、てかなんか逆に押すタイプだと思ってました、うん、でも絶対押さないんですよ。じゃあ来てほしいんですか。うーん、なんか興味ないんやろなと思っちゃう、その時点で。興味あるから連絡してくれよと思うんですよ。お姫様、あっちも思ってる、女の子、あっちも思ってる。あー、なるほどね、うん、押した方がいいんすね。押した方がいい、グエグエ。なんかシンプルに恋愛めっちゃ下手なやつの相談会。キャバクラとか見ないじゃなくて、意外なんか可愛いめっちゃ下手なやつですよね。それでも言われたら嬉しくないですか。2回目に会って、うん、なんか俺あんまそういうの得意じゃないから、うん、なんか
できなかったんだよね、連絡とか言われたら、あ、めっちゃ無理。え、そう、信用しないでしょ、嘘つけてめって。え、いやいや、もうそれは。え、ちょっとキュンとする、ね、うん、そう、そう、もう覚えとこう。え、2回目行った時に、連絡できない、恥ずかしくてできなかったようなこと言えばいいんですか。ほんまに、うん、俺とお前になれへん。え、飲んど飲んど飲んど、そういうのがいい、なんか恋愛が甘いと絶対言おう、うん、ね、うん、絶対言おう。じゃあもういろんなタイプの男がいてるから、慣れてる人、そういう、なんかそういうピュアな感じ出してもらう、うん、キュンとしますよ。なんか僕めっちゃダサく映ってないから、めっちゃ嫌だよ、童貞の相談みたいな、やばちゃん、やばちゃん、抱いたことない、童貞の相談